富士川の鮭ゲットです。はい、じゃあこの釣れた鮭今から調理したいと思います。いきますよ。硬い。ちょっと、ちょっと硬いわ。よいしょ。頭を落としました。その後は、腹綿を取ります。よいしょ。白子を、血合いをね、きれいに取っときます。で、そしたら3枚におろします。鮭をおろすときの注意事項、川魚はとってもぬるぬるするので危ないので、しっかりキッチンペーパーかなんかで押さえて、よいしょと、こんな感じになります。で、これ半身です。できました。今日はですね、これを使って寿司ネタを作ります。何を作るかというと、まずこれをフレークにしますよ。じゃあですね、まずフライパンに火を入れて油を少々敷きます。私のお料理はアバウトなので、何でも計量カップは使いません。で、この中にドバドバドバっと釣れた鮭を入れます。なんか新鮮だから、これに塩コショウでも美味しそう。ある程度通ったら、お酒とみりんを加えます。こんな感じでフレークができました。これをボウルに移します。次に入れるのは塩コショウで味付け。で、しっかり混ぜたら、次はじゃじゃーん、マヨネーズ。マヨネーズをね、遠慮なく入れます。ビューで混ぜます。ここにお醤油とわさび入れます。これでもまたよく混ぜます。こうやって混ぜてると、またフレークが粉々になってくるので、よりいい感じです。ネタが完成です。はい、次に酢飯を作ります。炊きたてのご飯をドバッと、はい、そしたら寿司酢を案外多めに入れます。この辺も私アバウトです。何グラムのお米に、何合のお米に対してどのぐらいなんて考えません。はい、ということで、ご飯、ネタ、海苔揃いました。今回作るのは、なんと軍艦のお寿司です。まずね、ちょっともうほんとさ、酢飯のいい匂いがする。こうぐるっとやったら、鮭フレーク軍艦完成です。なかなかいい出来。
もうね、あのしっかり味がついてるのでこのままいっちゃいます。いただきます。うん、うまっ自分で釣った鮭で作った鮭フレーク軍艦、なかなかの上出来でありました。しかもね、茨城の久慈川で釣れる鮭、全然臭みがなくて美味しいんです。しかもね、さばいてみたら綺麗なピンク色の身、本当にね、あ、茨城でこんな鮭が釣れるんだってびっくりしました。ね、毎年久慈川では鮭の調査ということで、みんなが釣りできるようになってます。こんなね、鮭が釣れる久慈川にぜひみんなで鮭釣りに来てみませんか。次も茨城のどこかで美味しい魚を釣って食べたいと思います。それでは皆さん、またねー。